はい、ジンチャンネルジンでございます。本日ですが、セブンナイツ、なんと私無限の塔60回までクリアしましたので、いい召喚券手に入れましたので、そちらの方引いていこうかと思います。ではメニューションスタート。ということで、多分前回の動画がライブ配信やりまして、この黎明の脱出量、クリアで10段階目がクリアできなかったんですが、ようやくクリアできることができましたと。いやー、ほんと難しかったな。で、もっと難しいのはこの女王の方、こちらもレベル10段階目までクリアすることができまして、このアバランチで4時間ぐらいこの動画撮る前にやってました。めちゃくちゃきついですね、これ。もうやっぱ凍結しちゃうのがきつかったんで、アデルの装備とか免疫装備に変えて運用という形にしました。で、結構マッサリーの方は防御型風に振っておいて、耐久力をまあなんとかしてもらうという形でね、あの防御勝ちで勝ったような感じでございます。もう本当どのステージも11段階目からは格段とレベル上がりますんでね、まだどれもクリアできてません。とりあえずダンフロスト、女王、黎明、ギガンテスに関しては10段階目までクリアすることができました。で、復讐の戦場、こちらは前回ライブ配信のやったこのやっぱ7段階目で止まっていると。どうもね、やっぱレーンいないとこっから先は相当きついね。わあ、アタッカー兼免疫持ってるこのレーンっていうのが1人2役兼ねてるっていうのが相当でかい。つまりここのウィンディゴを外すことによってアタッカーもう1体入れられる。この状態だとレーンのみきついね。これをクリアするにはちょっと伝説のキャラレーンが必要ということになってしまいます。実は私は未だに手に入っていないという状況に陥っております。てな感じで現状がこんな感じでございますということで、メールボックスの方を見ていきましょう。無限の塔、完了報酬ということで、こちら先ほどクリアしてきたばっかりなんですけど、60までいくとこの報酬がいただけるようになっておりますと。早いところで、ね、皆さん行った方がいいですよ。で、この先も誰かもらえるようなものはないけど、おそらくこの塔がイージーとかノーマルとかあるんだよね。そうなるとさらに上のハードとかでまた新しく手に入る可能性はあるよね。ただまあ相当上までいかないともらえることはできないでしょう。で、こちら見ていきますと激アツでございます。詳細情報、なんと普通の伝説級だけではなく伝説プラス級入っております。こちらバルデルとコゼットとセインとミンですね。もしかしたらこっちが出てくる可能性はあるからね。一体獲得できるんだったら。で、この中でもうキャラ的に僕持ってないのは普通の伝説の方だとこちらですね、ユキとスパイク持ってない感じですね。あとのは網羅した感じですね、この中でね。で、もちろん伝説プラス級は一体持ってないから、どれか一体出たらめちゃくちゃ嬉しいという感じになっております。では行きましょうか。ドキドキすんなー。まあ基本的に今のところ伝説級まだ全部が限界突破してない状況だから、どれが出てきてもまあ餌としても使えるという感じになっております。行きましょう。伝説プラス級出てくれ、お願いします。マス、お、あなたを、ああ、でも持ってないキャラだ、持ってないキャラだ。ユキテルと助けて、助けて。まあ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 、よしとしようか。射手型だ、射手型、射手型のアタッカー。ああ、でも最近なルーキーとクリスがいい働きしてっからな、ユキちゃんと変えるのもどうなのかなと思ったけど、よし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 。どんな感じこのユキちゃんっていうのは持ってないけど、対象中心に円形4メートル以内に攻撃力42%、そして 100% の受けるダメージ上昇効果を与える。で、対象中心に、対象ね、あ、全体的に防御減少が出る。ああ、デバフ入んだ。で、
こちら気絶入りだね。うん、直線範囲の攻撃になってますね。582の、40% で気絶を与えるという感じですね。そしてもう一個のアクティブがこちらも前方直線範囲なんだね。全ての攻撃的に、194% でノックバック効果が入るという感じでしょう。そして究極技が攻撃の 378% ダメージを命中した対象の数だけ分散して与え6メートルになる命令を召喚するという形になっておりますということで、まあさすがに伝説プラス級はなかなか出ないけど、とりあえず持ってないキャラクターゲットすることができました。おい、ということで最後にですが、この晴れ着姿の雪、これね、俺ちょっとサボってたわ。めっちゃ後悔してる。1週間経った今ぐらいから開始しようという形になっちゃった。多分これ8000で俺無理だと思うんだけど、ちょっと頑張って挑戦はしていこうかなと思います。結構ねペット召喚する前に他のものに変えちゃったりしちゃってたから、これお年玉うまくでゲットできたらいいかなと思っているんですが、まあどこまで間に合うかちょっと分かりませんが、頑張ってみたいと思います。もしよかったらグッチョブチャンネル登録してください。ティオミさん、バイバイ、ありがとうございました。